コンソーチ橋本でございます。はい、ねはいはい、なかなかね更新しておりませんでしたが、忙しかったんですよ。何が忙しいって、まあ春作業に付け加え、今ね、まあ今年から直売所での山菜のね、販売緩和っていうのが始まりまして、今山に来ておりました。本当ね、仕事の合間で山に入って、山菜を取ってで打ってっていう形で、今やっておりました。あっつ、ということで今日は山菜ね、取っていきたいと思いますんで、ぜひ最後までご覧になっておいてください。ほらもうタダの目があるよ、タダの目がね。早速行ってみよう、山菜レッツゴー。はい、ということで、まずはね、こごみね、宮城県ね、ようやくこごみタダの芽、春の最初のねシーズンになってきました。こんなね太いっす、ね、ここは僕のマル秘ポイントなんでね、太いね本当にこごみがね生えてくれます。美味しいっすよ、本当美味しい。まだねちょっとねシーズン走りっていうことで、まあ、今日は様子見、今度嫁さんと来るときが最盛期になるかなと睨んでおりまして、それのね、現場確認ということで来てます。でやっぱりねまだ早い、木曜日最高ですねこれね。はい、こごみですね、巣に当たりました。毎回ねこのぐらいねすごい太いんですよ、これ見てわかるかな、このぐらい太いね、こごみがいっぱいなってくれます。収穫していこう。いいな、いいね、結構ね長く伸びてても太いんで、太いし柔らかいから結構ねいける長く、うん、いやーすごいよ、いいね、ほんといい。すごい、特にねこういう影になったところっていうのは光求めて葉の部分がくるくるくるってこう広がっていくんじゃなくて、下の方からぐにょーんって伸びるからなおさらね美味しい、このこごみがねなりやすい。よいしょ、やべ大変だぜ、眼福でしょ、眼福眼福だよね。よっしゃ、取ってきますか。移動してきました。で、今回はこのね、腰油でございます。ね、ほい、いい感じです。山菜最高。ね、腰油特にね、木にトゲもなくね、本当に取りやすくて。自分はね大好きです。タダの芽、次タダの芽行こうかと思ってるんですけどもね、ちょっとここ群生してる、小しゃぶら群生してるところなんで、パコ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 取っていきたいと思います。
はい、ちょっとですね、この山歩いてて、ちょっと皆さんに見せたかったのが、腰油って、こんな感じ。結構ね、まとめてなったり、あとはね、ここ結構ね、伐採してから日が浅いんで、こういう新しい新芽の小さいやつらが出てきてるんですけども、結構、腰油って大木になったりします。ね。で、わかる方は、あれなんですけど、腰油の木って柔らかくて、結構皮も柔らかいため、これを削ってね、菊の花とかにする、木のね、加工、なんかにもね、よく使われる、木でございます。ね。いいっすよ。結構ほら、こんな感じ。ね。美味しいっすもんね。基本的にタラの芽より好きかなっていうね。結構味が濃くてね、美味しい、山菜でございます。さあ、取っていきましょう。よいしょ。いいね。ほら。最高じゃん。結構まだ柔らかいね。新芽なんで。バンバン収穫していきます。最終ですね。タラ止め、来ております。茨がね、多すぎて、ほんと痛い。見て、タラの芽です。はい、結構ね、いい感じのタラの芽でございます。ずっとね、ここ、すぐんところ伐採したね、ところになってまして、ここは、私有地でございます。なので、他の人は立ち入りできませんので、ね、うちだけのプライベートの、タラの芽畑となってるんですけども、バラすごすぎてね、いいね、最高のタラの芽っすね。よっしゃ、頑張って取っていこう。腰油タラの芽ちゃん、ほら、ここにもね、タラの芽。はあ、いやいや、すごいバラ。バラめっちゃ痛いです。もう3回ぐらいでもう取ってんすけど、バラで流されてます、毎回。ね、痛い。もう足の下からどこからね、もう、こうバラにこう埋め尽くされてるっていう。地獄みたいな。もちろんね、手もね、めっちゃ傷ついてますよ。よいしょ。ここには隠れてました。はい。いい感じ。最高だね。最高。いいね。よいしょ。そうだけど、ほんとやばい量ね、山菜ゲットしてます。実はね、ゼンマイ、あ、ゼンマイじゃねえ、実はコゴミ、コシアブラ、それからタラの芽に関しましては、全部同じ日にね、午前午後と収穫してます。っていうか、今ね、私の仕事がこの山菜ハンターとなっておりまして、まあこれをね、今直売所で販売します。季節のね、この恵みをね、最大限にね、利用してガッポガッポとやってもらうわけですけども、いやー、本当に今年から結構直売所がね、その前まで放射能のあれがあったんですけども、うちの鹿間町全部、ほぼ全部の作物がですね、放射能の基準もう測っても出ないということで、基準クリアして、全部解除になりましたんでね、今こうやって取って収入源に、私の新たな収入源になっております。
ありがたいです。さあ頑張って取っていこう。はい、ということで山から帰ってきました。いやー本当にね、もうてんやわんやです。いやー、なんでか、なんで今日こんだけ頑張ったかっていうと、ちょっとね、明日がね、ちょっと自分取れなくて、でまああれなんですよね、結局俺が忙しいから伸びるなってサンサインに言っても伸びるわけないんです。待ってくれるわけないんですよね。ということで、社から気になってもうクタクタです。やっぱ山歩くとすんごいね、体力使うね。ほんとね、多分久々に見た方は痩せたんじゃないってよ、多分現物で会うと痩せたんじゃないっていうぐらい、ほんとね、一日中山を駆け巡っております。はあ、これもね、家族旅行のためでございます。はい、ということで今回はですね、腰油の方1キロ、タラの芽2キロ、そしてコンゴミ10キロほどね、収穫させていただきました。本当は山菜取りに行きたいけど熊が怖くて行きたくないんだよねっていう方は、こちらね、おテントさん中新田店、味わいの朝中新田店で売っておりますし、それからアイサイハウス、J 神四つ葉のアイサイハウスで販売中でございます。数に、限りがございます。ぜひね、お早めにお買い求めいただければなと思っております。それからですね、インスタ、フェイスブック、橋本フォローしていただいている方は、いつ出すの、いつ買えるの、いつっていう方は、直接ね、DM、ダイレクトメールいただければ、出荷日、出荷数、報告いたしますんで、ぜひですね、そちらの方も、頼ってみてください。山菜うまいよ本当にね。今日のこごみは最高、あの太さですから。ね、橋本の今日ね、今もう茹でてもらってね、あとは酒のつまみに食べたいと思います。まだまだ続くで、山菜の季節始まったばかりでございます。ぜひ皆様も春のね、味覚味わってみてください。はい、くれぐれも山に入る際はそれなりの装備、それから私有地に立ち入る際はちゃんと許可をいただいて入るようにいたしましょう。はい、以上橋本でございました。ご視聴誠にありがとうございました。